やったー、ケケです。今回はですね、皆さん T ボーンステーキってご存知でしょうか？僕ね、まだね、食べたことないんですけどね、この世の中にはね、 T ボーンステーキになるものが存在するらしいんですよ。なんでね、今回は T ボーンステーキやっていこうと思います。 T ボーンステーキ、 T ボーン、 T4、 T4、 大砲、そう、大砲。ということで今回こちら T ボーンホグデッキ使ってやっていこうと思います。まあ、大砲型のね、まあ、T ホグですね、 T ホグやっていくんですけどもね、もともとね、この大砲の枠がボムタワー型とかでよく使われてたんですけど、今回まあ大砲型でちょっと使われてたんで、使ってみたら結構強かったんでね、平均コスト 2.9 ということで、まあ、結構高回転デッキということで、こちら使ってやっていこうと思います。なんか 2.6 ホグをところどころ太らせてめっちゃ強くしたみたいなデッキなんですけど、こんなデッキ使ってやっていきます。とりあえず今日は236位からいきます。よいしょ。さあ来ました、よろしく。とりあえずあのファイスピードにやったらもう手が勝手にね、飛ばしちゃう。ファイスピ飛ばし毒だと思うんですよね。さあ、ファイスピにはファイスピで受けてくると。さあ、ここドリル来た。よいしょ。大砲。出してから、スケルトンからのバルキリで。まあ、序盤なんでね、しっかりと守っていきますと。まあ、相手はドリルウォールブレイカーということで、まあ、最近インフェ型とかが流行ってるけどね、ここ何で来るかな。ちょっと逆さ行くわ。で、クエイク構えて、インフェだったら一旦打たないでいいかなって感じですね。まあ、これだけでアドなんでね、美味しい美味しい。インフェに対しては高回転、こっちの方が回転が早いと思うんでね、スケファイスピ、一発入んのそれ、嘘、聞いてねえんだけど、言わないか。ここファイスピ出していって、もうこことかね、もうバルキリーマ出したらもうホグが回るんで、ここ行きますわ。じゃあはいはいはい。で、ここもクロークかけて、もう両サイド。ああ、もう5使ったらこっちの攻めが止まらないよねと。相手はもうインフェがないです。おっ、ただ2発入っていくと。さあ、ここはウッドで美味しく回収していって。さあ、この後ドリル来るかな。ドリルは、どうしよう。ウォールブレイカーも使ってないから来るんだよね。ウォールブレイカー受けつつの、だな、ドリルがどこに来るかなんだよね。まあ、左に来るよね。ってなった時、ちょっと一旦ファイスピ出しとくか。おう、これ美味しい。さあ、ここちょっと高めにじゃあ大砲出しといて、まあ、ウォールブレーカー警戒ですね、これ。あ、こっち来るんだ。はい、美味しい。これはホグで。ワンチャンスケブだよね。今のはスケブだと思った。俺、相手は多分、俺にクイック打つエリクサー今ないだろって感じでスケブ出してきたんですけど。正解！そこをクエクって言って、俺はまあスケルトンでいいかな。できるですね。さあ、ここは着衣出しておこうかな。あ、バルキリー一発入ってほしかったな。ここ、いや、大砲を置いて、俺ファイスピード受けて、オッケーオッケーオッケー。はい、これウッドでしっかりと綺麗に処理していって、ここは数値クエクでクロークかけて、スケルトン部隊は処理してあげて、インフェがなくなったらホグ飛ばしていく。このホグもうね、きついと思うんだよね。さあ、これはウッドまで打っていって、一発入らないか。あー、クイック、いや、クイックまではいいか。で、ドリル使ったんでここ攻めづらいと思うんですけど、一旦大砲からの、これはスケ囲みで、ここホグ一旦飛ばします。で、これはインフェ来るんですけど、そこにクイック打ちます。まあ、俺はなんて言うんだろうな、2周目ホグ飛ばすときにもう2倍タイム入ってるんで、インフェが残ってる状態っていうのが嫌だったんで、クイックで先に消しに行ったって感じかな。これは、こうだね。5来るよね。よいしょ。で、ちょっと待ってから、まあ、これでインフェ回ったっすね。なんで、クイック普通に打っていきます。これはスケブとか来るかな。おー、バルキリー優秀。ボンバーか。スケブ来るよね。さあ、ここでもう一周行っちゃう。これだ、多分。ああ、インフェ回るか。思ったより回転早いな。わけわかんなくなってきたわ。そろそろ。さあ、ここファイスピ出して、ショールブレーカー用にスケ構えといて、ここは、いや、こここそないでしょ。こここそスケルトン部隊でしょ。でも読みが早すぎて。いや、逆になんかいい感じになってる。ああ、めっちゃいい感じになってた。相手もスケルトン部隊出せなくて、インフェ置こうとしたら間に合わなかったって感じかな。
さあ今回はまあ相性良かったんじゃないかなと思います。うまく崩して勝つことができましたね。さあ現在順位は194位からいきます。おいしょパッパッうーいきます。さあ来ました、よろしく。こんだけさ T-BONE 言ってたらさ、マジで T-BONE ステーキ食ってみたくなってきたわ。普通にうまそう、画像を見た感じは美味しそうです。さあここはちょっとまあ俺の反射速度、反射が悪かったんでね、バルキリーカンプすることはできずに、相手は枯渇ダクプリ入ってんの珍しいね。アウプリとかならわかるんだけど、でもアウプリなのかな。ここはウッドまで打っていって、ここで隠れるか、よいしょ、一発ここホグ飛ばしましょう。ホグ飛ばし毒な気がする。あ、あれかあれか、オッケーオッケーオッケー、これはアウムート枯渇ですね。雪玉があるんで、アウプリと比べて若干ね、ホグを完封しやすくなってるデッキですね。これちょっとしょうがないんだけど、ちょっと俺の対応が遅かった、悩んでた、どう守るかなんですけど、全然こっからでも勝てるんで、まあ落ち着いていきましょう。落ち着くことが大事、こういう時は。ほら、あっちゃけこっち展開して遅れてホグ、これでいい、これで。あー、クロックのタイミング悪いな。さあただまあよしとしましょう。読み雪玉だけちょっと気をつけたいなと。おいしょおいしょ、大丈夫これ。あーギリ大丈夫。はしまいプリン警戒、はしまいプリン。バレル来たら来ていいと思う。バレル来たらなんなら来ると思う。バレル飛んでから来るか、手前から来る。おお、ここは相手も落ち着いてますね。じゃあそれに対しては着衣合わせてあげて、ホグ飛ばすか。このタイミングでホグ飛ばして、クエイク構えて、まあ雪玉か。雪玉がホグに結構強いんだよね。あ、一発入るんだそれ。ホグが強いわ。さあここはちょっとバルキリー当てていって隠れる。おお、これはスケルトンだな。スケ出して、大砲 T-BONE。おーい、ホグ出していって、最近動画でねめっちゃお腹が鳴るんだよ。やっぱ肉の話してるからかな。あんまないけどね、俺動画で肉の話すること。なんで今回レア回となっております。肉だけにね。ここはウッド転がしてって、おー無理やり、もうムートあるんですけど構わずホグ飛ばしていって、いやームートの竹が優秀。もうバルキリーに向いてるっすね。逆優秀ですね、逆優秀。俺からしてこういう時ってなんて言えばいいんだろう。とりあえずこれは時間稼ぎまくってホグ、もうほんと時間稼ぐ、守りだけでいい。バックトゥーザホグで、こういうのは大体高めアチャクイ出しとけば、こういうユニットってマジ全ソリできるんですよ。で次、いやこれはこうだね、こうしてこれ完封できないんだけど、あーうまい。おえ2体倒した、強え。さあここ、雪玉使った後なんでこのホグは通る。あーただロケットボーイうまいね。さあここハシマプリン来たらウッド転がす準備。意外とダクプリムーというのの受けがちょっと足んなくなって若干怪しいところがあるね。そんぐらいかな、でも負け筋なんで、ちょっと大砲先置きとかしてしっかりと構えて、ここユニット受けでもよかったかなって感じですね。これもバックトゥーザが見れますよ。あー見れねえわ。これはバルキリーをバレルに使ったんで、今のバルキリーいい位置だったね。さあここホグクエイクまで行ってアチャクイを回したい。アチャクイさえ回せばこんな感じで高めにアチャクイ展開しておけばね、マジなんとかなるんで。でもこれあんまさ攻めてさずっと使いたくないよねって言って使う。さあここも
あとはもう、ウッドを防衛に守っていくだけでいいかな。守っとく、取っとくだけでいいかな。って感じで、最後来ないんで、GG ということで、まあ、枯渇に対してはすごく相性いいデッキだと思うんで、ここまあ2連続で相性いいんですけど、しっかりとね、相性いい相手に対して勝っていくと、勝ちをもぎ取っていきました。さあ、2連勝、現在順位は、171位、7575。いきます、どんどん。さあ、来ました。極風ブラック。黒極来た。さあ、よろしく、集中していこう。極風ブラック、最近の動画でも出なかったっけな。さあ、ここ、バルキリー合わせていって。極風ブラック、なんだっけ、ジャイスケラとかだっけ。ダークプリが入ってて、ダークだからっていう話をした覚えがあんな。あ、そういえば、俺、てか、自分の一人のチャンネルでさ、作り洗いをしたこと初めてかもしんない。で、分かったと思うんだけど、俺、作り洗いそんな上手くないからね、結構特徴的なね、作り笑いだと思うんでね。これから楽しみにしててください。なんかこいつ今、作ってんなっていうのが、皆さん多分気づく瞬間があると思うんでね。さあ、ここ、ウッドも打っていって、まあ、ジャイアジャクイっていうことはもうジャイスケラでしょう。いや、全然、やばい。全然やばい、それ。よいしょ。からの、スケルトンで。なんとかなる、これ。あ、クイックスケルトン、ついよ。ふぅ。で、こうなったときに、笑ってんな。どうしよう。まあ、ホグ飛ばしてウッド構えればいいか。はいはいはい。これはファイスピだけで処理してあげて、まあ、大砲置いて、スケラが回んのか、これ。回んなくね？回んねえな。スケラ回んねえから、まあ、着衣出して、とりあえずスケルトン出しといて、後からバルキリーとかでいいね。で、クローク使うでしょ？で、まあ、ダクプリか、スケルトン部隊が来るから、その瞬間に、いや、見てからでいいな。一旦見させてもらってからだな。一旦見て、はい、スケルトン部隊来た。あ、相手もこっち警戒してんだ。で、これにはダクプリ来るんで、盾剥がすための、ああ、ガゴがもう待ってる。てか、右サイドめっちゃ刺さってるし。アチャクイ、恐るるるるべし。ルが少なかった。さ、ここバルキリー出して、あ、ここホグ刺さるよね。ダックプリカチェクイしかないから。強いホグ。このホグは強い。で、まあこれアチャクイ合わせといて、大砲出してからのスケルトンが強いかな。こうしとけば、なんとかなるでしょう。OK 強い。さあこれ低めからこっち展開して、で、クロックかけて、あー、なるほどね。あー、うまい、それ。もう、ガゴがきついんだよね、マジで。本当にきついんだよね、ガゴが。ガゴきちぃー。ファイスフィニッシュー。オーケー。めっちゃいい防衛。いいね。さあ、これでどっちも、どっち狙おうかなーつって、はっ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 は。あ、ほぐ出してきます。うん、やめた方がいいな、これ。やめよ。やめます。やっぱ俺作り笑いしない方がいいわ。これさ、いけると思うんだけど、どう思います？絶対いける、絶対いける。絶対、絶対いける。ユニットがめっちゃうまい。ですよね。危ねえ、よかった。ちょっとは、でも、ちょっと危ない話だったな。一回守ってからでもよかったかもしれない。ホグクエイクってね、もうそのワンパンされることがないんですよ、スケラ系に。もうクエイクウッドあるから、しっかり、スケラをなんて言うんだろう、リセットっていうか全部綺麗にできるの、一回。だから相当なことがないと事故ることがないんでね。まあそもそも一回守ってから攻めるでもよかったんですけど、なんとか勝ち切ることができたんで、結果論として、OK です。さあ3戦目勝利して7600到達、152、ラスト1戦いきますか？いきません。よっしゃ来た。ミニ、ちっちゃい。デニシト、デニシト、ちっちゃいデニシトよろしく。キョスケホグじゃないんだ。ちっちゃいホグ。ちっちゃいキョスケホグってこと。あっ、間に合い。危ない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 。さあ、相手はキョスケホグでトルネが入ってるんでね、ちょっとホグに強いんすよね。なんで、ホグ飛ばしません。もう呪文削り。うわぁ。これはもうちょっとバルキリホグまで行きたいけどな。まあ、ナイト、いや、ナイトトルネで、おー、面白い。
ただこれバルキリー止まんない。エリクサね。え、っていうかなんで？ちょっと待って。あー、まあいいか、それは。いや、バルキリーめちゃめちゃ入ってる。さあ、ここで大事なのが、とりあえずアチャク高めに出して、大砲置いて、で、スケ添えて、しっかりと守っていく。さあ、いい防衛。大砲、よけろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。おー、逃げた。ガチ逃げたじゃん。やば。さあ、ないと、ここ、トルネ回ってなくね？トルネ回ってないよね。ホグプラスのウッドじゃね、これ。あー、そっちなんだ。うまいね。じゃあ、クエイク防衛でしかねえわ。これ、今の、相手防衛で、スケルトン部隊をわざわざ出さずに、こっちに出してエリクサを使わせることによって、しかも、自分はスケルトン部隊を出して、トルネを回して、そのトルネでもホグを守るっていうね。結構、やまれてた。すごいね、相手今。今のプレイすごいな。上手いかれましたね。一つ二つ。いやー、ここはやっぱでも、こういう相手に対してはボムとかの方がちょっといいな。大砲はやっぱ範囲攻撃じゃないから。そこのところの少し弱みはありますよね。え？うわ、そっちからか。ここ完璧きた。よし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 。おーい、ゴーカー、もういいぞ。あっちゃくよくやった。あとはもういいわ。クエイクで削るわ。いや、ホグも一応飛ばしとくか。トルネ使わないと。うん、トルネ使わせる目的でホグ飛ばします。さあ、いや、たださ、キョスケがちょっとそうなるのは違うな。いや、どうしようこれ。どっち、いや、右来ることはないわ。まずないわ。いやー、こうしてこうが正解だと思うんだけどな。もう鬼巨よ。あぶな、危な、危な、危な。いや、勝ったろこれ。いや、めっちゃいい。なんかさっきから許容がいいね。君、いい許容してんね。いい許容してるねって言われたい。さあ、これで GG ということで、まあ途中のアチェクイがぶっ刺さったのがね、結構勝因になったんですけども、まああれがなかったらどうなってたか、本当に分かんなかったかなという感じの試合でしたね、ということで、いかがでしたでしょうか。 T ボーンホグデッキね、強かったんで、ぜひ使ってみてください。最終順位106位。めっちゃトロフィー上がったんじゃない？ 4 連勝した。ということで、皆さんも T ボーンステーキ食べてみてください。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で、T ボーン！